皆さんごきげんよう、ねこあいかチャンネルです。本日やってまいりましたのは瀬能にございます、うん、テイクアウト専門店唐揚げフライドチキンガブッドリ雪児童様でございます。はい、こちらはですね、うん、まあ、テイクアウト専門店とはいえ、うん、平日はなんとねとってもお得なランチがいただけるということで、はいはい、うん、もう唐揚げ大好きでございますから、はい、フライドチキンねでございます。はい、はい、それでは早速行ってみよう。ではね、早速店内の方に行きたいと思うんですけれども、うん、今こちら見えてるのがね、はいはい、小島線でございますよ。うん、はい。ですのでね、うん、その沿いにあるって感じだね。道沿いにあるんだね。そういうことです。はい。おお、結構看板が大きいから目立つね。うん、わ、うん、かりやすいよ。はい。さあ、こちらがね、メニューになりますね。はい。見て。雪児童のランチは、うん、平日10時から13時半。うん、までいただけるそうです。ほう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 。10時からだって。早いね。土曜日も定期で10時からまたランチが食べれるみたいなので。おー、いいね。ぜひね、そういった情報に関しては、はい、公式のインスタグラムをチェックしてみてください。ね、はい、はい。でね、メニューは後ほどゆっくり紹介するんですけれども。はい。美味しそうなランチだらけよ、もう。ほんと、ね、で、こっちがテイクアウトのメニューでございますね。はい。はい、まあ、うん、もちろんフライドチキンからね、はい、唐揚げから、うん、いろんな種類のね唐揚げありますから、ね、うん、ぜひね実際に来てチェックしてみてください。はい、それでは早速店内行きましょう。はい、さあここからはナレーションでお届け。店内はねテイクアウトのコーナーメインで、席は2名席が2席と1名席が2席と少なめなので、ランチ希望の方はね早めの来店おすすめしますよ。さあここからはランチメニューのご紹介です。楽しみ。こうね、欲張りセット的なねバラエティランチが人気ナンバーワンですよ。なんと唐揚げ、チューリップ、チキン南蛮全部入りって感じだね。やみつきじゃんじゃんランチ、こちらも気になりますな。ねえ、私気になったのこれ、とろー氷チーズランチ。わ、好きなやつ。しかもももと胸が両方選べるんだね。そうそうそう。もちろんテイクアウトメニューも充実してて、うん、オーナーさんのおすすめはね、うん、砂ずりの唐揚げですって。今度食べてみようね。食べたい。お待たせしました。今回私が注文したのはこちら、フライドチキンランチのモモでございます。インパクトすごいね。めちゃくちゃ大きいから本当に、ほら見て、すごい。こんなんも子供の頃憧れてたよね。憧れてた。豪快にかぶりついていきましょう。いや、もう驚きました。もう表面のね、うん、クリスピー部分は音が聞こえるくらいにパリパリで、うん、そして中のもも肉部分、うん、ジューシーなんだけど、うん、なんかしつこくなく、うん、かつね、うん、ふわふわなのよ。あー、確かに。いや、このふわふわって表現なかなか使わないでしょ、このフライドチキンとかでね。そしてランチについているねこのサラダだったりとか、うん、あとピクルスみたいなのもあった ね、うん、これのどれもがねさっぱりしておりまして、うん、口の中がリフレッシュしまくりなのよ、うん、だからフライドチキン食べるためにもう初めましての気分が味わえちゃいますよ。なるほどね。はい、具だくさんの味噌汁も最高。ぜひみんなも食べてみてね。はい、私が頼んだのはこちら、バラエティランチでございますよ。鳥祭りじゃーい。贅沢に唐揚げ、チューリップ、チキン南蛮が盛り付けられております。素晴らしい。このチューリップなんか懐かしくない？確かに。小学校の時なんか運動会のお弁当に入ってたイメージ。あー、嬉しかったね。ね、もうね食べてびっくり。やっぱりね、外パリパリなんだけど、うんうん、中のお肉がね骨から自然に剥がれ落ちるような感じ。あ、それフライドチキンもだった。やっぱり、うん、唐揚げもね大きいよ。私の拳より大きいからね。やばいね、ほんと。お肉はもちろんね下処理きちんとされてるんだけど、うん、なんか表面にかかってるオリジナルスパイス、あー美味しかったね。これがほんと食欲を湧き立てるみたいな。そう、ご飯ともめちゃくちゃ合うのよ。合う。こちらのチキン南蛮もお肉との相性抜群でした。バラエティランチのチキン南蛮はチーズかやみつきじゃんじゃんに変更できますので、注文時にお伝えくださいね。さあ、まだまだ気になるメニューがあるんですけれどもね、うん、見てください、この辛くないよブラック。あ、気になった。インパクト絶大でしょ。うん、あとはカレーなんかもねこテイクアウトで販売されてるみたいなんでね、うん、でお弁当は安いのよ。安い安い。ぜひ皆さん注文してみてください。6月23日にイベント開催されるみたいですよ。なんと高級メダカすくいが体験できるということです ね、いいね。今流行ってるからねメダカ、うん、大人も大歓迎ということなので、ぜひみんなで行ってみよう。お腹いっぱい。
ごちそうさまでした。いやもうほんとね、うん、新感覚の唐揚げといったような感じで、もう外はカリカリ、中はねジューシーかつなんかふわっとしてるんだよね。あ、そうそう。で、あの唐揚げもあのフライドチキンの周りみたいな感じの、あのパリパリ生地っていうのかな。そうだね。そんな感じなので、はい、なんかもうほんと軽くいけちゃう。ね、うん。ぜひですね、皆さんこの新感覚の唐揚げ、はい、フライドチキンをですね、はい、雪児童様で体験してみてください。はい。私たちどこいこチャンネルは岡山のグルメ情報、スポット情報を配信しております。チャンネル登録を済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。